回りました、お前さん。3本目です。3本目やねんけどさ。3本目って響き懐かしいね。はい。まあ、あの、このね、はい、カズラジっていうか、カズチューブか。はい。まあ、いろんな人聞いてくれてんねんけどさ、うん、まあ、あの、なんか嫌な人もいるみたいよ。あ、そうなんですか。うん、だから、そういうコメント来るんでね。まあね、嫌だって見てくれなくてもいいんですけどもね。そうですね、まあ、そういう人なんか見たがりますよね、うん、昔もなんかいましたね、そんな。僕めっちゃ誹謗中傷にさらされた記憶が今蘇ってきたら。ああ、そんなあるよな別にいいけど、まあ、まあ、僕らも見なきゃいいしね。まあそうですね、うん、相手もしなきゃいいんだけどね。難しいね、こういう SNS っていうのはね。まあ、みんながみんなそんな好きなはずもないんで。それはそうです、うん、まだ大衆向けにやってないんでね。そう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 、ね、だからまあね、あの、嫌な人ももちろんいるんでね、はい、まあ、それはそれいいんですけれども、うんうんうん、まあでもね、嫌やっ、ね、て見んかってええやんってね、思っちゃうんですけどね、そういかへんのかな。そうかなと思ってしまいますな。なるほどね。まあ、難しいんですが、さて、はい、それでも、まあまあ、あの、こうやってドライビングバージョンやってという声もありますんで。ありがとうございます、リクエストされた方。はい、神戸さんを出してくださいとか。うっせや、マジか、嬉しいな。あるよ、神戸さん。あ、嬉しいですね、ありがとうございます。ヘイトもあるけど、味方もおるぞ。な、そうですね、味方の数が多いことを信じて、頑張っていきたいと思います。そうや、あの、なんていうの、思わないと、うん、我々こう出役の人間っていうのやってられへんもんな。そうそうそう、そうでしょ。自分のミスじゃなくてもね、あのね僕のミスにされるんでね、別にいいんですけどね。まあ、そういうのあるよな。あの、原稿が間違ってても読んだ人が間違ってたことになるからな。あ、そうなんですよ。これは難しいところ。例えばね、出役っていうの、うん、審判にこれ言ってって言ったからね、言ったらね、審判さん、うん、ああ、やっぱりこれ間違ってました、直してくださいって言われる時もあるんですよ。失礼しました。失礼しました。って言ったら、アナウンサーがミスったと。勘弁間違いよ。大丈夫。そうやな。まあいいんですけどね。あるんです。我々はそうなもんですな。はい。いいんです、別に。はい。いいんです。頑張っていきような。はい、頑張って生きていきましょう。はい、強くいきましょう。強くいく。めげずにやろうな。そうですね。めげずに。めげずにって大事です。そうそう、いろんなことにね、いろんな困難もあるあの、困難、生きていくには困難もあるんですよ。そう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 。だけど、まあ、それでもなんか、まあ、一部でもね、頑張れっていう人がいる間はやったらいいかな。 100% ヘイトやったらもうその時はやめましょう。ああ、それは そんなことはないと思いますけどね。はい、ありがとうございます、はい、まあ、難しい時代に我々生きてるわけでございまして、まあ、そこでね、こういうことやっててずっとやめたらええやんっていう話も並んでもないんですけどね、うん、またそれとこれとは別問題、ね、そう、楽しみにしてくれる方もいるんでね。そうですね、数少ないですけどもね。いやいや、そんなことないと思います。さて、はい、ぼやきはこの辺で、はい、亀さん、はい、何カラオケバトルってあのですね、はい、カラオケバトルがあって、うん、あの、結構何それ結構ちゃんとしたカラオケバトル、うんうん、あの、まあ、1000人規模が入るホールで、結構ちゃんとした音楽会社がですね、うん、東京大会と大阪大会と名古屋大会と福岡大会とやって、はい、で、そのカラオケバトルに出場して勝ち残った何人かが全国大会に出場して、うん、全国大会で、まあ、過去にそれで選ばれた人で有名な人が、うん、黒人のね、演歌アーティスト何かを入って、ジェロさん。ジェロさんね。あと、谷村瑞希さんやったから、なんか、そういう方が、有名な方たちが勝ち残ったカラオケバトルがあって。カラオケバトルからその人たちはデビューされたの？そうなんですよ。そうなの？っていう大会が、この8月ぐらい全国であって、名古屋大会にエントリーしましてですね。なんで名古屋大会？名古屋、大阪大会はちょっと日が荒かったんですよ。なるほどね、はい、全部仕事が入ってまして、で、名古屋だけ空いてるわと思って。それいつなの？それが8月12日です。8月12日、 月曜日の祝日です。8月12日、はい、スタッフにとって名古屋に行って一発歌って、月曜日、はい、祝日月曜日です。ちょっと待って、あ、12日、俺12日東京やな。あ、で名古屋のどこでやるの？それは名古屋ね、ちょっと見てないんですけど、うん、結構大きなホールですね。それに青春18切符で行って、行って、はい、歌って、青春18切符で帰ってくる。帰ってくる。で、ワンチャン決勝行けたら嬉しいな、みたいな。決勝は東京で。決勝東京です。それはもう秋なんで、野球シーズン終わってからなんですけど。それは何人ぐらい行けるの？結構ね、あの、各会場から数十人行けるらしいんですよ。あ、まあ、エントリーもまあ、100人ぐらい。まあ、でも結構多いやろね、うん、エントリーもね。誰でもできるエントリーなんでね。で、何歌うのよ。尾崎清彦さん、また会う日まで来たよ。エントリーしました。チャンチャンチャチャンチャチャンね。そう、また会う。まあ、歌わないですけど。え、歌ってよ。そいや、ちょっとあの権利関係は聞いてあるでしょうから歌わないです。あの、全部じゃなくても触りだけ歌ってよ。じゃあ、また会う
暇で会える時まで、うん、おいいじゃんってこんな感じで。そのキーは自分で選べるの？キーも選べます。エントリーするとき選ぶんですけど、はいはいはい、普通の原曲キーで、はいはい、ちょっと下げたり上げたりしたらちょっと対応できないんで、ね、うんうん、原曲キーで歌います。原曲キーで歌えるわな、きっとな。あれはそんな高くない、まあ、一番高いところは高いですけど、はい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 、ベースは低いので、うん、まあでも尾崎清彦さんの歌なんでね。そうなんです。やっぱりそう、なんていうのかな、そう簡単に難しい、難しいよな。阿久悠さんの歌詞で、そうやな、名曲ですよ、昭和の。そう、歌謡曲で ね勝負しようと思って。きっとね、あの、うん、若い子が多いと思うんですよ、僕にね、はい、10代、20代、これから歌詞出すぞとかいう方が多いと思うんですよ、はいはいはい、きっと分からんけど、夜遊びとか、あいみょんとかね、そういう方多いと思うんですよ、はい、その中、30後半になった僕が、尾崎清彦さんで一発、ちょっと勝負しようかなと。まあ、あの、僕の記憶が間違いなければ、おそらく昭和44年、はい、44年ですか、46年やったかな、まあ、万博の前後やったんですよ、あー、なるほど。ね、の時のね。僕が生まれる20年以上前やな、いわゆる歌謡賞レースという中で、うんうん、あれは大賞取ったのかな、取りました、賞、ね、レコード大賞取りました、取ったよな、はい、昭和46年だったかな、うん、僕昭和63年生まれなんで、はい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 、もう17年前から生まれる、そんな名曲でございます。いや名曲、あれ僕すごい好きでね、また会う日までが、はい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 、またまあ僕声低いんで、うん、あの高い人の歌詞ちょっと歌えないんで、まあでも低い感じで歌ったらええんちゃう。そうなんですよ、ちょっとね、それをで、あのね、その、うんうん、で審査員が一応その各音楽レベルとか、うん、そのレコード会社とかのちゃんとした審査員プラス現地に見に来てるお客さんの投票も、うん、両方でなんか上位何人かが全国大会に行くみたいな、そんなカラオケ元なんですよ。でまあ、分かんない、僕歌やったことないんで、多分、うん、プロの審査員からしたら、うん、きっと歌ってる人に負けるんで、はい、この一般審査員にこんな声低いやつおるんかってその驚きで ね、そっちの票をそっちでちょっとビビらせようというね、はい、なるほどねっていう、いろいろ自分なり作戦でやった結果がそう。自分で MC はあんの？ MC ないです、もう歌うだけです。何番勘弁言うすかや。あ、それがあるかもしれない。それがあるかもしれない。それが NHK のど島みたいに。何番勘弁言うすかや。また会う日まで会える時までって言う。何番勘弁言うすかや。ちょっとやりたいな。それ面白くない？そうですね。パパパッと走ってきてね。はいはい。80番から来ました。勘弁言うすかや。また会う日までって言って、ダン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 って言って。どう？ちょっとやりたいな、それは。面白いね。それ面白いですね。ちょっと、またそれ教えてな。わかりました、8月10日。めっちゃおもろそうやな。楽しい、結構楽しいもんね。暇やったら見に行きたいよ。いや、あのね、一般観覧もちょっとお金いるんですけど、うんうんうん、見に来れるんで、ちょっと見に行ってほしかったけど。まあ、でも、いろんなでも人がいると思うんでね、カラオケなんで、うん、老若男女、うん、男女関係なく、ね、そう、年齢制限ないやつ、そうでしょ、はい、だいろんなジャンルの音楽が聴けて面白いじゃない。いや、面白いと思いますよ、本当に。いいじゃない。はい、そんな楽しみをちょっと夏に。いや、期待しておりますよ。まあ、負けて当たり前なんでね。いや、出るってそれは素晴らしいと思うよ。そう、楽しみ。チャレンジするって。また歌って、歌って、うん、でその帰りに名古屋駅で、うん、柿の種アソートパックを買って帰ってきて、うん、みんなに配ろうと思って。それ12日やな。はい、8月12日で13日から野球が始まるわな。そうだから、そこでお前さんがあのアナブースに来られる日をちゃんと書く。俺ね、13は実況なんよ。あ、はいはいはい。だから14日には行きます。僕ちゃんとあの J スポーツの番組表を、うん、ホームページをお気に入りにしてて、うん、大前さんいつ実況かなってチェックしてありがとうございます。チェックして持ってきてるんで大丈夫です。ストーカーかお前。いや、OK 分かった、はい、ありがとう。14日じゃあ、はい、楽しみ。カンペが何をまずそのじゃあその日も、はい、14日もドライビングバージしましょうか、はい、ありがとうございます。ほんでちょっとその大会の様子とか。あ、そうですね、ちょっと見ていただきたいですね、はい、でそれいつ結果が分かんの？考え、あ、多分当日だと思いますけどね。じゃあ次は決勝に来てくださいみたいな感じで。だと思います。だって会場審査があるんで、お客さん審査があるんで、うんうんうん、まあそっか、そこでしてくれるんだ、ね、はい、だと思いますけどね。申し込みだけして何も概要見てないっていう。はい、で、とりあえず名古屋で。名古屋大会に。名古屋大会、はい、それ精神18切符で往復するという。そうなんですよ。
すごい。結構楽しみなんですよね。楽しみやな。うん、いいやん。なんかその歌を歌いに行く楽しみもあれば、うん、旅をする楽しみもあって。そう、鉄道旅でね。この新幹線じゃないっていうのがちょっと個人的に気に入っててね。ゆっくり乗り込んでられて。名古屋ぐらいの新幹線で味気ないっすよ。そうですね。もう40分ぐらいで着くからさ。そうですね。うん、下手したらもう新幹線で姫路行くよりも早いもんな。ああ、そうかもしれないですね。うん、そんな感じですもん。うん、だってほぼほぼ京都出たらすぐ名古屋着きますもんね。すぐ名古屋、もう京都出たらもうすぐ琵琶湖が見えてきて、うんうんうん、すぐ関ヶ原過ぎて、うん、ね、そうですね、ね、もうだから三河安城とかなんかあの辺が、もう三河安城はまだ向こうや、向こうか、違うね、だから岐阜羽島やな。あ、岐阜羽島、それそれそれ、ね、それそれそれ、ね、揖斐川、長良川、木曽川を渡ってんだ、ああ、沖縄川を渡って、うん、そうだ、あっという間なんですよ、うん、そうです、それをね、あえて3時間半かけてね、うん、あの全春18切符で。いいじゃない。ギフトか大脇で一回降りながらね、はい、行きます。じゃあ楽しみにしておりますので。はい。はい。というわけでですね。ちょうど10分、すごいですね、お前さんの感じ感覚。もう大体もう締めに入ったら分かるやろ。分かりました、分かりました。僕時計見てませんから、ね。そうですね、はい、運転されてる。すごいですね、はい。そうですよ。大体分かるんですよ。というわけで、すみません、今回そのドライビングバージョンを、はい、僕のカズラジバージョンにも兼ねました。もう今日帰って撮りませんので。そう、お前さん勉強せなあかんから、ね。そう、ちょっとね、もう。なんか12年ぶりの10連敗、サーバハローズは連敗脱出なるかって明日言わなかった。ああ、そうか。出した海田智之さんですか。はいはいはい、海田さん。暗黒時代を知る海田さん。暗黒時代を知る海田さん。海田さんにちょっとね、ちょっと聞いてみたいなと思いますね。ちょっと普段とはじゃあ違う勉強がいるわけですね。そうですね。そっか。じゃあそんな感じで。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。というわけでもうね、阪神のこれはね、大石駅。大石駅か。うん。なんだ、あそこ、王子公園でいいね、はい、ありがとうございます、はい、では皆さんさようなら。